彫刻は、真の軍人。署名は家将、字は、とのシーン。関東商工用出身。若い時より人況を好んで貴族となったが、関東安倍治郎スコーに招かれて官軍に入った。皆豊元年、守備に抜擢されて、金佐大臣向き坂への部隊に属し、向井久氏に従い小南将に入り、太平天国軍と戦った。皆、豊三年より、 南京郊外の江南大英に駐屯して、太平天国と戦い、総兵に昇進した。皆、豊か六年、チャンスー順部ジルハンガが、鎮江で戦死したため、救援に向かった時、太平天国軍は南京から江南大英へ進軍した。向井久氏は抵抗できず、朝国は鎮江から急遽引き返したが、太平天国軍に包囲網を破られた結果、 江南大英は壊滅し向き坂へと共に太陽に退いた。この時割国、軍は優先し、長江南北の諸軍で太平天国軍が恐れたのは長国のみであったという。向井久氏の死後、和春が公認の金差大臣となった。港よ七年、湖南帝徳となり五年ぶりに人口を回復。江南大英を再建し、和春と共に南京を再包囲した。 翌八年に、揚州を回復し、江南帝徳に移動となった。だが皆、豊か1年、太平天国軍は再び、江南大英への攻撃を開始。またもや包囲網が崩壊した結果、新軍は、江南大英を守りきれず、数春と張国は、太陽に退いた。張国は、太陽でも敗退し、都下中に歴史した。残存兵力は、部下の表紙材が結集させ、 信仰で太平天国に抵抗していった。死後、大使、王の保つと忠武た家の死後が送られた。ありがとうございます。